ハロー YouTube ニーハウヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中をまたにかけたお酒は控えめなバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。僕自身はね、お酒はですね、だいたい1ヶ月に、1杯か、1回に 2,3 杯飲むこともあるんでね、そんな感じかな。特に、絶対に飲まないとか、飲むとかね、そういうふうに思ってるわけじゃないんですけども、わざわざ、特にね、ものすごく、飲みたいと思うことはあんまなくて、付き合いでね、ちょこちょこ飲むぐらいですね。はい、ですね、今日の、中華ニュースなんですけども、マオタイということでですね、マオタイっていうね、中国国内にね、飲むと、若い女の子がね、身の回りから逃げていく、お酒があるんですけども、このお酒はですね、その工場でですね、これ広告なんだろうと思うんですけども、若い女性にですね、発酵の過程でですね、踏ませることによって美味しいお酒ができるということになっていてですね、その中にはですね、線の元素が含まれているということでですね、今のところ、人類がね、その発見している元素の数っていうのがね、確か118とかだったと思うんですけども、それは、それでね、広告なんで、そんな感じでいいんじゃないかなって思うんですけども、このお酒を飲むとですね、体にいいとかね、長寿になるとかね、そういうふうに言われているんですけども、それに対してね、オックスフォードの教授がですね、いや、普通に高濃度のね、お酒だから、普通に、体に悪いよと、そういうふうにね、発言したと、いう話なんですよね。このね、マオタイ、含めね、このバイジュっていうお酒はですね、飲むとね、若い女の子からがね、身の回りから逃げていくんですけども、僕もね、映画業界とかで働いていてですね、あっちの方でね、おっさん、主演とね、なんていうのかな、監督がですね、バイジュでね、ガンペイってやってるんですよね。で、僕がですね、バイジュ、嫌いなんで、そこからね、距離を置いてですね、端っこの方でビールをちびちび飲んでると、自然とね、周りにね、女優とかね、女性スタッフがですね、避難してくるんですよ。あっちに行きたくないみたいな感じでね。で、実際にね、中国国内、もちろんね、みんなではないんですけども、若い女の子ね、その席にバイジュが出てくると、一杯だけ飲んでね、ちっちゃなグラスでね、一杯だけ飲んですって逃げるみたいなね、感じですよね。ぶっちゃけね、僕はね、美味しく、ないと思うんですけども、このね、バイジュね、マオタイ含めね、バイジュっていうのはですね、もともとね、なんかモンゴル人がなんかのお酒なんですよね。で、漢民族っていうのはですね、昔はですね、このお酒、非常にレベルの低い、やつがね、飲むお酒みたいな、そんな扱いだったんですよね。多分ね、なんかドンキに置いてあるなんかペットボトルのお酒あるじゃないですか。あんな感じのお酒ですよ。ペットボトルのなんかアルコール製剤あるじゃないですか。それ薄めて飲むみたいなね、そんな感じのなんかモンゴルのお酒だったわけなんですよね。モンゴル人ね、多分これ、携帯に便利だということでね、多分そうしてたと思うんですけども、あんまりその、なんていうの、どうなのか分かんないですけど、濃いままで飲むもんじゃないなって思うんですよね。実際僕ね、これ本当にね、まずいとしか思ったことがないんで、それでですね、一般的な漢民族が飲むお酒っていうのはね、もともとね、米酒とか米でね、できたお酒とか、あとはね、黄色いお酒って書いて、ホアンジュっていうの、そういったものをね、飲んでいたわけなんですよね。で、このバイジュっていうのは基本的にメインじゃなくて、レベルの低い人たちが飲むものだと思われていたんですけども、そこに来てですね、ロシアの文化がね、入ってきたんですよね、近年になってですね。で、ロシア人がね、なんていうのかな、接待とかするのに、酒の量をね、比べるって言ってですね、このウォッカをね、乾杯ってやってですね、相手をね、コントロールしようという、手法を使うんですよね。それがですね、中国に文化侵略として入ってきて、このバイジュでね、ガンペイってするようになってきたと。で、もともとね、漢民族がやるね、行為ではなかったという話なんですよね。だからね、このバイジュでガンペイって、やる、大量に飲むとかいうのはですね、ロシアの文化ですね。だからロシアはウォッカと、中国は、バイジュとマオタイと、そういうふうに、なってきた、わけなんですよね。それでですね、なんていうのかな、最近ね、テンセントの株が落ちてきてですね、それでなんていうのかな、このマオタイの、株価に、負けたみたいなね、ニュースが、入ってきてるんです。
ですけども、なんていうのかな、まあ、テンセントは深センにあって、このマオタイ、マオタイがまあ紀州なんですけども、このバイジューを飲む文化っていうのはですね、もともとね、北方の方の、ね、文化なんですよ。まあ、色濃いわけなんですよね。もちろんね、このマオタイ自身がね、紀州にあるんで、そんな、北方でもないよと。ただ大量に飲むという習慣はですね、基本的に北方の習慣なんで、習慣なんですよね。で、大体香港人とか深センとかあっちの方はですね、お茶の比率が、ね、非常に高いんですよね。それでですね、まあね、ここからなんですけども、実はね、中国人っていうのはですね、このね、バイジューにね、脳をね、支配されてるんですよね。僕はですね、バイジューのせいっつって、バイジューチンって呼んでるんですけども、このね、バイジューのせいがですね、脳に侵食して、中国人をね、動かしているんですよね。それでですね、皆さん、まあ、例えばね、コーヒーとか、小麦粉、がですね、人類を支配してるという話を聞いたことがあると思うんですよね。まあ、実はですね、人類っていうのはですね、コーヒーをですね、世界中に、ばらまくために、働かされているんだと。あとはね、小麦粉とかね、まあ、だからですね、ミツバチとかがですね、花粉を運ぶために、なんていうの、花とかにね、操作されていると、まあ、植物にね、操作されていると、いったそういう話があるんですけども、まあ、実はね、まあ、現代の中国人っていうのはですね、このバイジューにね、脳を操作されて、バイジューを、増やすために動かされて、いるわけなんですよね。ですね、まあ、このバイジューね、非常に、まあ、ぶっちゃけまずいお酒でですね、まあ、僕はなんか、まあ、おじいちゃんとかがもらってくると、まあ、一気にね、まあ、料理酒として使うんですよね。バーって入れてもう早めにこんなもんなくしてしまえと、まあまあ、料理酒としてはまあいいかなみたいな感じなんでね、まあ、ちょっと入れる分にはねあ、まあ、たくさん入れたらね、まあ、ちょっと臭いんですけど、やっぱり、まあ、そんな扱いだったんですけど、このマオタイがねマオタイをバーってこう料理に入れて、やっていた、ことがあるんですけども、まあ、そんな感じの臭いお酒なんですけども、まあ、これ飲むとですね、大体顔つきがね、なんか田舎臭くなっていくんですよね。なんかわかるじゃないですか、二日酔いの顔つきで、同じようなその、まあまあ、顔のレベルだったとするじゃない、まあ、双子だったとするじゃないですか。で、一人がですね、まあ、多分毎日ね、こうバイジューを飲んでる、一人がですね、毎日ね、プーアル茶とかね、ウーロン茶とかね、飲んでると、するとですね、毎日ウーロン茶をね、飲んでる方がよりイケメンになっていく。で、このバイジューを飲む方がですね、より田舎もん臭くなっていくんですよね。まあ、だから中国の俳優みたいになっていくんですよね。それでですね、中国国内ね、でもこのバイジューを飲まないと、そのダサいおっさんとのコネクションが、作れないわけなんですよね。で、バイジューを飲んで、顔つきがですね、なんか魔人ブーみたいになっていきながら、まあ、二日酔いの顔つきになっていきながらですね、コネクションを作っていくわけなんですよね。で、家という漢字は屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内で、マンションを買うやつは豚という意味なんですけども、中国国内ではですね、恋愛感情を持たない中間メス豚というのが9割を占めていて、オス豚のマンションと交配と繁殖の権利をトレードするというシステムがね、確立しているわけなんですよね。で、このメス豚っていうのはですね、そもそも恋愛感情を持たないので、そのね、オス豚側がですね、この二日酔いの顔つきでもね、全然このバイジューの顔つきでもね、全然構わないわけなんですよね。で、オス豚っていうのは結局その見た目を良くするよりも、そのバイジューを飲んで見た目がね、この魔人ブーになりながら、上の方のおっさんとね、コネクションを作っていって、より多くの、お金を稼いでですね、それを不動産に変換して、メス豚との、交配と繁殖の権利をね、購入する方が効率がいうわけなんですよね。まあ、だから何ていうのかな、このバイジュウジンっていう その白酒のせいにね、操作されたような、脳を操作されてるんで、まあ、そういった行動をね、取ってしまうんですよ。規制されてるんですよね。本当に侵食されてるんですよ、脳細胞をね。それでですね、まあ、中国、文化圏ね、先ほどね、この、まあ、中国人はね、バイジューに操作されると、まあ、現代中国人はね、このバイジューに操作されてるって言ったんですけども、まあね、この、まあ、飲み物で言えばですね、中国文化圏っていうのはですね、まあ、この、まあ、ウーロン茶と、まあ、ウーロン茶とかね、プーアル茶と、まあ、ウーロン茶とかプーアル茶をね、飲んでるのはですね、まあ、南の方なんですよね。それで北の方はこのバイジュー飲むということで、この、ウーロン茶とこのバイジューの、ね、勢力争いなんですよね、結局はね。それでね、まあ
まあ、今ね、あの香港の、俳優とか結構規制されているんですけども、あのいわゆるね、あの香港とかの俳優の方がね、あの顔つきがいいんですよね。なんでかっていうとね、彼らが飲んでるのはあのプーアル茶とかウーロン茶とかで、この白酒に基本触らないんですよ。本当にあの見た目が、あの見た目がオス豚っぽくなってしまうということで、あの二日酔いのオス豚っぽくなってしまうということで、 触ったらもう本当にあの見た目がキモくなるから触らないんですよね。それに対して、ね、この北京の俳優っていうのはね、この白酒で岩平岩平ってやって、あのコネクションを作って、あとはほら、あの審査機関の人たちとね、あの政治的なコネクションを作ってね、あの香港とかね、南の方の俳優をね、排除することで、あの生存しているわけなんですよね。まあ、そのだから、まあ、ウーロン茶とかプーアル茶を飲んでいる香港の俳優っていうのは、まあ、そもそもね、顔つきがいいんですよね。顔つきが文明的だということで、あの白酒を飲んでるね、北京の俳優っていうのはもう、あの なんていうの、本当に二日酔いの顔なんで、あの世界中の女の子から肝がられるわけなんですよね。まあ、でそれの勢力争いだから、その白酒がですね、あのどん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 ね、あの 南の方の文化をね、その文化的に、あの価値観的に、ね、その侵食していってる状況で、あのなんていうのかな、ウーロン茶とか、プーアル茶とか飲んでる、人たちがね、わあこいつら嫌だみたいな感じでね、まあ、それでね、多分この白酒のバックにしたのが、その北の方でですね、まあ、テンセント、シンセントとかなんですよね。まあ、テンセントとかの方が、まあ、世界中に受けられていて、まあ、文明的だというあの認識が、ね、あのあるわけじゃないですか。で、まあ、テンセントの、まあ、大企業だし、 IT 企業だし、先鋭的だし、あの海外に、ね、あの受けられているし、まあ、ゲームとかね、テンセントのゲームやってる人も、ね、多いと思うんですよね。それに対して、ね、この白酒っていうのは、ね、もう全然あの世界に普及してないんですよね。あのなんつうのか、ただの臭いお酒なんでね、で飲むとあの、見た目が、ね、あの気持ち悪くなってしまうだけなので、まあ、本来的には、ね、避けるべき、ドラッグなんですけども、まあね、今の現状中国ね、しょうがないよねみたいな感じでですね、だから白酒がこの、世界に広まったとか、いう話あんま聞かないんじゃないですか。まあ、中国ね、あの料理の文化はね結構発達してるんですけども、お酒の文化ってね、あんまないんですよね。あの海外だったらね、あの、カクテルとかね作るわけなんですけども、このね、あの中国人ってね、大体この1本のお酒、あの瓶を飲むんですよね。中国人っていうのはこのお酒はね、いくらだと、これだけの価値があるということで、あのこの瓶をね自慢し合うと。でそれでそのアルコール度数をね、まあ、俺はこれだけ飲んだみたいな、まあ、これはロシアから入ってきた文化なんですけどもね、あの自慢し合うみたいな状況になって、あのどん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 ね、あの醜いオス豚になっていくんですけども、あのマジ人風になっていくという、この悲劇の循環が、ね、起こっていくんですよね。白酒のせいに、ね、操作されているんでね。でなんかあの要はね、あの同じ酒をずっと飲み続けるんですよね。で海外とかね、ちょっとイケてる、お姉ちゃんみたいなのはどんなのが好きかっていうと、カクテルが好きなんですよね。まあそのアルコール度数が低くてですね、まあ、いっぱいいっぱい味がねこう変わっていくみたいな、そういったものを、を文明的として、まあ、世界中の女の子がこのムーブに対して、なんていうのかな、まあ、中国のね、あのまあキモいおっさんっていうのはこの白酒を飲むと、まあまあ簡単に言うと、あの、キモくて、あの非文明的なおっさんが白酒を飲んで、まあ、文明人はね、まあ、お茶とかカクテル飲むよと、いうところ言った話でした。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。